京都アニメーション、株式会社京都アニメーション、京都アニメーションは日本のアニメ制作会社。略称は京、兄。主にテレビや劇場用アニメーション作品の企画、制作、元受け、他社作品の制作協力を行っているほか、出版事業やマーチャンダイジング事業なども行っており、アニメーションを軸としたコンテンツ事業を展開している。会社商標ロゴは、 K のの文字をモチーフにししてデザインしたもの京都府の宇治市と京都市に本社と複数のスタジオを構え、テレビアニメーションの制作や、その劇場版アニメーションの制作を主力事業としている。2016年には、テレビアニメを経由しない団体となる、長編アニメーション映画の制作にも初参入した。また、自社関連グッズを販売する、K アニショップ、を京都に、 実地店舗として持つほか、オンライン上での通信販売も行っている。その他の事業に、自社文庫レーベル、か、エスマ文庫での出版事業や、京都アニメーションプロ養成塾でのスクール事業、運営も行っている。一部のポストプロダクション工程は、社外で行う必要があるため、京都の本社とは別にオフィスを、東京都港区に置く。また、演出など一部のメインスタッフは、 京都と東京を往復することも多いと言わる。その他、福利厚生として社宅を完備。2013年からは自社イベントを京都市内で定期的に開催している。急虫プロダクションで仕上げ経験を持つ八田洋子が、1981年に近所の主婦らと共に、タツノコプロやサンライズの仕上げの仕事を始めたことが始まりである。 八田が結婚して移り住んだ京都府宇治市に由来して京都アニメスタジオと名乗っていたが、後に京都アニメーションに改称して夫の英明を社長に据え、1985年に有限会社として法人化される。元は仕上げの工程を行う仕上げ専門会社であったが、1986年に作画部門を設立し、他社の動画の下請けを始めている。 1987年のタツノコプロ制作のテレビアニメ赤い講談ジリオンでは実質的な制作を行ったとされ同作品のプロデューサー石川光久が IG タツノコ後のプリダク社内 G を設立する際には出資を行ったやがて1990年代半ばから演出、作画、仕上げ、背景、撮影などを自前で行う体制を整え テレビアニメのクロス受けを行うようになった。スタジオを4カ所構えた時期もあったほか、ゲームソフトのパッケージデザインや、そのソフトに関連したコミック版も受け負っていた。1992年には、新鋭動画からの受注で、内田春菊原作のテレビアニメ、呪いのワンピースを、演出から仕上げまで、初めて社内スタッフだけで制作した。 この頃にはすでに質の高い仕事で評判になっていた。その後、長らく主要取引会社である、新鋭動画、サンライズ、ピエロ、タツノコプロゴンゾなどの制作作品のグロス受け等の下受け負った。また、紅の豚や魔女の宅急便などのスタジオジブリ作品の制作にも参加した。アニメ監督の杉井義郎によると、その評判から仕事の依頼が絶えず、 発注元の制作会社では、京都アニメーションに仕事を依頼するために、スケジュール調整を行うことがあったという。1999年、株式会社に組織変更。この頃から、デジタルペイントデジタルコンポジット制作体制へと移行する。2002年、グロス受けを担当していた、テレビアニメ、ザソウルテイカー魂狩りのスピンオフ作品である OVA シリーズ。 ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテにて、タツノコプロと共同元受け制作柄、一般作品の元受け制作に参入1.2話のみ。2003年、初の元受け制作のテレビアニメ、フルメタルパニックふもふふをいくつかの話数でタツノコプロの制作協力を得ながら制作し、アニメファンの注目を集めた。2005年には、 前話グロス受けに出さずに制作したエアーを手掛け、他を圧倒するほどの作り込みと巧みな演出が話題を呼び、京都アニメーションの名はアニメファンの間でブランド化した。以後、グロス受けは動画仕上げにとどめ、一話ごとのグロス受けを受けず、自社元受け制作に専念するようになり、エアー以降、ゲームブランドキーが制作した恋愛アドベンチャーゲームをテレビアニカし、カノン、クラなど、 クラなど、アフターストーリーと、毎年一作ずつ制作していたが、それ以降の作品の制作は行われていない。2006年、初めて地上俳優 HF アニメとして制作した、鈴宮春日の憂鬱は、時系列シャッフルと呼ばれる手法などで同年、上半期最大の話題作となった。2009年、自社オリジナル企画 OVA、ムントに新作カットを加えた。 ディレクターズカット版として、空を見上げる少女の瞳に映る世界を制作し、UHF アニメとして放送。同時期に、劇場版企画、天上人とアクト人最後の戦いで、劇場アニメに初進出した。軽音楽をテーマとした同年4月の、軽音。では、キャラクター名義の CD として、初のオリコンチャート1位や、登場人物の使用する楽器が急激に売り上げを、 伸ばすなど、その経済的影響力にも大きな注目が集まり、日経 MJ2009 年ヒット商品番付の西前頭に選出された。2009年10月2日から第1回、京都アニメーション大賞を開催し、2011年には、カイスマ文庫レーベルを立ち上げ、奨励賞のうち12秒でも恋がしたい。ちょ、トラトラ。 イラスト、大阪のぞみ時計アにボン、での連載作品、夕焼け灯台の秘密、著、下文彦、イラスト、門脇未来を文庫本化した。2012年からは、上記の京都アニメーション大賞の受賞作品を中心としたか、エスマ文庫原作、原案作品の制作が多くなり、他社の原作付きの作品は、評価を最後に、しばらく制作が行われなかったが、 2014年に以前アニメ化しているフルメタルパニックシリーズでつながりのある画頭賞2丁藤見書房発行のライトノベル環状ブリリアントパークのテレビアニメ制作が発表され2014年10月から12月まで放映された2014年10月第19回アニメーション神戸賞において特別賞を受賞した2016年9月 映画性の形が公開。本作は京都アニメーションとしては初となるテレビシリーズを挟まない映画となった。下請け、制作協力を通じて様々なジャンルの作品に携わってきた経験を持っている。元請け制作では、エアー、クラなどのような恋愛アドベンチャーゲーム原作の作品を、はじめ、フルメタルパニック、シリーズのような本格ロボットもの、 鈴宮春日の憂鬱のような SF 学園コメディーもの、評価のような日常ミステリー作品、ラキスタ、日常のようなギャグ作品に至るまで幅広いジャンルをこなしている。日常芝居や生活描写の丁寧さが特徴として挙げられることも多く、軽音。O N、シリーズやタマコマーケットに代表される。日常アニメという新しいジャンルを体制したとも言われれる。近年は、 学園ものの中でも、水泳や弓道、スポーツもの、吹奏楽を題材にした部活動ものを手掛けることが多い。また、子供向けオリジナル作品として、パジャのスタジオを制作している。元受け制作作品は、空を見上げる少女の瞳に映る世界、タマコマーケットを除き、アドベンチャーゲーム、キー作品、ライトノベルコミックなどを原作としているが、 これらの作品はいずれも基本は原作に忠実であり、その上でサプライズ的な要素を付加させるといったストーリー展開を貫いていた。ただし、フルメタルパニック。ザ・セッキンドレイドでは女性キャラが少なすぎるため、原作の一部男性キャラクターを女性キャラクターに変更した。いやー、カノン、クラなどは、東映アニメーションもアニメ版を制作しているが、東映が独自の解釈で、 オリジナル要素が強いのに対し、京都アニメーションでは原作に忠実な点が評価される一因となっている。また、こうした制作会社の姿勢が作品の全評判や人気にもつながっているという分析もある。ストーリー以外でも原作の CG やイラストと近い作画を制作し、キー作品においては原作に使用されている主題歌 BGM を多用している。しかし、 近年はオリジナル色を打ち出したアニメが増えてきている。軽音。では、オリジナルのキャラクターやストーリーで世界観を膨らませている。12秒でも恋がしたい。では、主人公がクラス委員に入っていたり、オリジナルキャラが登場している。一部は原作に逆輸入されているなど、カイスマ文庫を原作とした作品は、かなりアレンしたものとなっている。また、タマコマーケットは、 初の自社制作オリジナルテレビアニメである。感情ブリリアントパークでは、オリジナルキャラが登場するだけにとどまらず、ストーリーも原作とは異なる展開になっている。ただし前日の通り、感情筆者のが東小には、本スタジオと関わりが深い。近場に外虫を出せる制作会社が少ないこともあって、演出、作画、仕上げ、美術、撮影、 デジタルエフェクトまでのプロダクション作業を社内で行える体制を構築しており、外注による分業体制を取るプロダクションに対して、スタッフのコミュニケーションが密に取れることが特徴となっている。作画、仕上げ、美術の工程を国内の複数社に委託することは少なく、動画、仕上げは関西の制作会社に背景は鈴宮春日の憂鬱、ラキスタで、 美術監督を務めた田村誠樹が所属する、アメ工房バサラに発注することがある、編集、音響を除く工程の一部が、子会社のアニメーションデュー並びに協力会社の韓国のアニメスタジオ、スタジオブルー、Q、アニビレッジよってまかなわれている。現在のところ、他社へのクロス出しは、フルメタルパニックフモフを除いて行われていない、本社やに、スキャン。 動画検査などを行うデジタル映像開発室を備える。デジタルペイント、作画などの作業は別当スタジオにて行われる。2005年、宇治市内に新社屋完成。2008年2月、京都市伏見区桃山町、宇治市六地蔵との境界付近に建設していた新スタジオ第一スタジオが完成した。新スタジオ第一スタジオは本社と 本社の徒歩圏内にあるスタジオ、第2スタジオまで一駅で行ける距離にあり、2008年度以降は、この3スタジオで、アニメーション制作を行っている。第5スタジオ内に、K アニショップ。A N、という、名の店舗を構え、自社関連グッズ類を販売している。店舗サイトでは通信販売も行っている。並走する JR 奈良線と京阪宇治線の駅である、小畑駅。 六時増益周辺に点在している。原作はゲームブランドキー、ナイトノベル、漫画では角川グループによる作品を多く扱う。さらに2016年には4大漫画雑誌である週刊少年マガジンで連載された性の形が映画化されている。キー作品のアニメ化にあたってはキーファンであり。 エアーアニメ化の話を持ち込んだアニメーション脚本家の下文彦が脚本を務め、同じくキーファンで K アニの主監督を務める石原律成がタグを組んで制作を行っている。また、フルメタルパニックの原作者、ガトーショーには、ラキスタや鈴宮春日の憂鬱に脚本として参加しており、評価ではシリーズ構成としてメインスタッフとして関わっている。 京都アニメーションとアニメーションー主催による自社イベントが2013年より京都市にて開催されている。イベントでは所属スタッフによるトークショーやサイン会、また作品出演キャストによるステージイベントのほか、原画や美術設定といった作品展示が実施されている。k a n y c t 会計2013第2回、k a n y d ファン感謝イベント、 私たちは今、第3回ケアにドゥーファン感謝イベント。私たちは今、マイナス2年ぶりのお祭りです。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。